テントウムシ、テントウムシ、テントレくれない娘、ひさごムシは、甲虫メテントウムシか、テントウムシか、学名に分類される昆虫の総称。鮮やかな体色の小型のカブトムシである。和名の由来は、枝などの先端に立って、雪輪がなくなると、上に飛び立つ習性なため、それを、おテント様に飛んでいったと感じ、太陽神のテントから取られテントウと呼ばれるように、 なったとされる。和名では、波テント一種を指して単にテントウムシと呼ぶ場合も、ある。成虫の体長は、数ミリメートルから1センチメートル程度の小型の、昆虫である。成虫は、半球形の体型で、足や触角は短い。体は黒、赤、橙黄褐色など鮮やかな色で彩られ、体の模様も、種類間で変異に富んでいる。日本では、 赤や秋の地色に黒い水玉模様、あるいは木に白の水玉模様のものが多く、その多くはそれらの反転の数で命名されている。幼虫、成虫とも強い物理刺激を受けると、偽し、死んだふりをし、さらに関節部から体液、黄色の液体を分泌する。この液体には強い異臭と苦味があり、外敵を撃退する。体色の鮮やかさは、異臭と、 まずさを警告する警戒色と言える。このため鳥などは、天童虫をあまり捕食しないが、それでも、キセバチやキセバエ、菌類などの天敵が存在する。二重や星天童の幼虫はカマキリに捕食されることも、ある。食性は種類によって大きく異なり、アブラムシやカイガラムシなどを食べる肉食性の種類、うどんこ病菌などを食べる菌食性の種類、 ナスカ植物などを食べる草食性の種類の3つに分けることが出る。このため農作物にとっては液中と外中に大きく分かれることとなる。肉食性の種は近年では農作物の無農薬化を行う際農薬代わりに使用される生物農薬の一つとして活用されている。幸福や恋愛のような縁起の良い迷信の多い虫でもある。甲虫の仲間なので 卵幼虫さらに成虫という完全変態を行う。成虫は交尾の後に食物の近くに数十個ほど固めて産卵を行う。孵化した幼虫は羽がなく腹部が後方へ伸びる。さらに体には突起や棘を持ち、成虫とは似つかない体型をしている。甲虫類の中には幼虫と成虫で食性が違うものもいるが、天ム虫類は 幼虫も成虫も同じ食物を取ることが多い。また卵や幼虫を対象とした共食をし、装飾紙もこの性質を残す。十分に成長した収齢幼虫は植物の葉の裏などでサナギになる。サナギは楕円型で、羽根こそ短いものの成虫の形に近い。腹部の先で壁面にくっつき、落下しないようになっている。さなぎから浮化したばかりの成虫の羽根は金色だが、 羽が固まるにつれ、特徴的な模様が現れる。成虫は、春から秋までよく見られる。徒歩し点灯などは、幼虫で越冬するが、多くの点灯シは、成虫で越冬する。越冬の際は、石や倒木などの物陰で、数匹、数十匹の集団を作る。柑橘類の外虫イセリア貝殻ムシ、アイズやパーチャーシーを捕食するベダリア点灯は、 生物農薬、液中として、天灯虫が利用される場合の代表例として、図鑑等でも紹介される。ベダリア天灯による防除が成功して、以降、他の天灯虫も、生物農薬として利用する試みが行われるようになったが、成虫はすぐに飛翔して分散してしまうため、防除効果が得られるのは、幼虫の期間に限定されていた。そこで、物理的、 遺伝的それぞれの方法で飛ばなくした、天童虫の研究が行われており、日本でも、農研機構で、野生由来の飛翔能力の低い系統を何世代もかけて選抜する、品種改良でこれを開発した、選抜を停止すると数世代後には、飛翔能力を取り戻す。これは2014年に商品化している。もともと野生個体の遺伝子だけであること、飛翔能力の低さによる繁殖力、 生存力の低さから波転灯が元から分布する地域であるという前提なら生系に及ぼす影響も少ないと考えられる。名古屋大学でも飛ばない天灯虫の開発例があり、幼虫時点で RNA 干渉という手法を用いることで成虫の羽が小さくなる。この場合は遺伝子は操作されていないため次の世代には影響を及ぼない。 成田市の千葉県立成田清涼高等学校では掃除機を使って点灯虫の動きを止め接着剤で背中の羽を接着して飛べなくする方法で生物農薬に使う研究がされ2013年11月の全国農業協同組合中央会主催の全国高校生民が、で笑顔プロジェクトで優勝を成し遂げた近在に生息する七星点灯並点灯を使う ことから生体への影響が少ないという利点がある。多質政府からの引き合いもあったという。これは2017年には特許が取られ、2018年から限定的に販売開始されている。ヨーロッパにおいても飛ばない波点灯が研究され、実用化されたが、ヨーロッパにもともと分布しなかった波点灯は、在来種の点灯虫に影響を及ぼしたことから、販売は中止され、後に、 在来の二門店頭で同様の研究が行われている。天敵として輸入された波店頭は多種を脅かす存在として世界的に拡大定着している。店頭虫やその体液が大量付着されたブドウで作り出したワインの味が変わるので、店頭虫汚染と呼ばれる店頭虫の大発生はワインの商品価値に悪影響を及ぼしている。国内では 約百八十種が知られる。ただし、半数以上は五ミリメートルに満たない小さい種である。マダラテントウアカだけが草食で、他の5アカが肉食性だが、テントウムシアカのカビクイテントウ属には金食性のものがいる。テントウムシカの内マダラテントウアカのみが草食である。草食のテントウムシは肉食の種類に比べて少子に、毛が多いため、ツヤがないのが特徴である。 スバル360コンパクトかつ丸いデザインから点灯中の通称がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。